こんにちは、フラットチャンネルパパです。今日はですね、ママさんと母上の2人で午後ですね、これ2時過ぎぐらい、野々市方面を走っております。天気もいいですね。もちろん今回もカメラマンは母上でございます。まあ今ね、野々市の方から走ってですね、午後天気のいいのでアフタヌーン、この信号左、金閣、焼き肉金閣の信号曲がりまして、ムンカツですね今日は。まあ母の日も直前に迫っておりますので、日頃の感謝ということでママさんが母上を連れてですね、ムンカツアフタヌーンティー、午後をお楽しみということで、ぬかしんぼですね、ぬかしんぼもう今到着、こちらですね、ジョンカリオストロとチムチム堂、同じ傾斜なんですけど、予約制のチムチム堂駐車場到着いたしました。場所はぬかしんぼです。 Google マップで見るとジョンカリオストローと書いてあるところ、ここですね、同じ傾斜なんですけど、お隣にチムチム堂があります。こちらでございます。こんな感じですね、隣がジョンカリオストロー、洋食やパフェ食べるとこですね。で、今クローズなっておりましたね、そこがチムチム堂なんですが、まあ、予約制で2時半からかな、午後は。でまだ少し時間前なのでまだ閉まっておりますが、2時半になったら開くと思います。チムチム堂アフタヌーンティーカフェチムチム堂ということで、完全予約制ですね。2時半に予約しておりますよ。こんな感じです。楽しみですね。ジョンカリの方はやっておりますね。かわいいがなっとるね、ポストからお花が綺麗。では2時半になりました。中入りましょう。はい、はい、一番奥のじゃなくて、お母さんここどうぞ。初めてです。はい、コースの説明軽くさせていただきます。当店のアフターヌーンティー2つコースございます、はい、まずチムチムコースはこちらの食べ物プラス、はい、こちらのソフトドリンクが飲み放題のコースとなっております、はい、スペシャルティーコースはこちらにプラスして8種類のルフシアの紅茶と今限定の母の日の白桃とイチゴの香りの紅茶、これが全部飲み放題になっております。チムチムコースでもワンポット300円でこちらの紅茶追加注文いただくことができます、はい。でお二人同じコースでお願いしたいので、はい、今順番に伺いに参りますので、はい、コースと最初のドリンクを決めになりながら少々お待ちください。はい、はい、ありがとうございます。チムチムコースの最初はこのね、ウーロン茶、オレンジジュース、カルピス、紅茶、コーヒー、これから選ぼう。何がいいですか？カルピスがいい？うん、分かったよ。私は紅茶にするわ。お茶を飲み放題。よくわからんやん、ティーの種類がね。そんなゴージャスなことしたことないから。ドライカレーとかもあるよ。お腹空いとったらなんかカレーとか食べる？
一口お茶漬け、一口カレーやって。食べてみてからでいいね。こんなおしゃれな母の日。これ飲んでみる？ミルフォア。うん、そうや。うん。あのチムチムコースでドリンク、はい、紅茶とカルピスでお願いします。はい。ではスコーンにホイップとジャムがつくんですが、はい、4種類からそれぞれお選びいただけまして、はい、イチゴとブルーベリー、アプリコット、マーマレードからそれぞれお選びください。ブルーベリーとアプリコットで。はい、アプリコット。はい。かしこまりました。ではご準備いたしますので。はい。はい、どうもありがとう。チムチムどう。5月1日から5月31日までのアフタヌーンティーの内容ですね。こんな感じです。チムチムコース1870円、スペシャルティーコースは2490円です。予約方法はこんな感じですね。で、母の日ということでスペシャルメニューも用意してありました。チムチムドアフタヌーンティー、チムチムコースの内容でございます。これにプラスしてスペシャルティーが飲み放題の方がスペシャルコースですね。追加もできます。こういう感じで、これの方が本格的な。ママこっちでやろう。アプリコットで。わあすごい美味しそうね。来たよ。すごいね。はい、ありがとう。どうぞ召し上がれ。今日は母の日なので、母の日なのでいつもの感謝でどうぞ召し上がってくださいませ。下から順番でよね。下から順番に食べるといいんだよ。ここは手で持ってきて食べても大丈夫ですよ。サンド、ホットサンドです。いただきます。アスパラガスついてる、うん、でもちょっとお母さんに硬かったね、硬かったね、お母さんには申し訳ない、ちょっと食べづらいお母さん。やった、うん、おいしい。みんな写真撮影してます。、ね、意外は行くと、うん、いや、こんなまで出てきた。ああ、もうなんや。だいぶ食べとった。いや、5回かな。うん。あの、ちょっと、手伝ってんじゃん。うん。そうやって、あそこ、あったとしてやっとったね。これ別に手で取ってもいいやん。手で取っても大丈夫。
コーン美味しい。ホットコーヒー2つで、はい、ああコーヒーも目が覚める、美味しい。全部甘いものやったから、うん、いい感じや。ごちそうさまでした。GoTo Eat食事券も利用できます。チムチム堂予約制でヌン活アフタヌーンティーを楽しみました。非常にですね気軽に気楽にですねアフタヌーンティー楽しみます。皆さんもぜひぜひ寄ってみてください。ではまたね、バイバイ。